今日は岸とそれから東浜両先発で始まりました。まず岸の立ち上がりご覧いただきます。先頭バッターの赤地にショート内野安打、その後今宮がバントで送って3番の中村はピッチャーゴロ、4番の柳田を迎えましたけども、これ2ボールからでした。高々とセンターの左に4番の柳田先制のツーランホームラン、これでホークスが2点を先制しました。今度は東浜の立ち上がりです。ワンアウトからモギペゲーのヒットでワンアウトランナー2塁1塁、4番のウィーラーを迎えましたけども、ここはウィーラーをセンターフライ、そして5番の銀次、銀次はセカンドゴロで、イーグルス1回ランナー2人出しましたけれども、2者残塁に終わっています。2回です。岸のピッチングをご覧いただけます。この回先頭の松田、そして上林、ともにカーブで2者連続三振。でこの後高田はショートゴロに打ち取ります。この2回は3人終えた岸のピッチングでした。2対0ホークスリードで4回です。この回この人に一発が出ます。2アウトランナーなしから浜田、低めの変化球をうまくすくいました。この浜田の一発でイーグルスが1点を返しました。2対1。さあゲームはこのまま6回に入ります。この回2アウトまで来た岸ですけれども、3番の中村にこれヒットを許します。ファースト強襲のヒット、そして今日最初のバッターボックスでホームランを打たれて柳田を迎えましたけれども、ここは最後は岸のまっすぐ、ここは柳田を三振に取った岸でした。7回です。この回先頭バッターのデスパイネ、打った瞬間でした。バックスクリーンの左に運ぶデスパイネの一発、これでホークスが3対1、リード2点として、そして続く松田、松田は右方向に持っていきました。2者連続ホームラン、岸がこの松田にも一発を浴びた。4対1、ホークスリード3点と変わります。さて8回です。マウンド上には2番手のモイネロ、この回先頭バッター代打松井和夫でしたけれども、ここは三振。工藤監督の方はこの回東浜からこの2番手ピッチャーモイネロに変えて、そのモイネロが3人で終えた8回のピッチングでした。そして9回にはサバテがマウンドに上がりました。先頭バッターの茂木、最後は高めのストレート空振り三振。続くペゲーロも高めの球三振で、これで2者連続三振。ツーアウトになって4番のウィーラー、ウィーラーも最後は高めの球三振でゲームセット。最後はサファテが3者連続三振で締めたホークス、4対1で勝利。イーグルスはこれで連敗が4で伸びたという今日のゲームでした。